はい、どうも、タクタクです。キリンと続きやっていきましょう。ちょっと、あれですね、長くなりがちなんですけど、俺のグダグダでね、まあ、許してね、そういう感じの動画になっております。何の説明なの、それは。こっちから行けたはずじゃないですかね。こっちから行って、あ、お茶。お茶まだいいかな。ここ普通に行けなかったっけ？敵いないよね。いない。で、ここが注意した方がいいのかな？でもいないね。ここが制御室。はい。入りまーす。どうかな？一応、しゃがむか。しゃがんで。いなさそうだな。いなさそうだね。うん、いない。よし。ここで。発電機の制御盤なのでし、でも発動機が動いてないのに操作できるのでしか。確かにの。電池式なんじゃない、ここも。予備の電源で動きそうなのでし、操作してみるのでし。本当にそんなバカでもわかる？あ、着いた！復旧に成功したのでし、ヤスローがいる電波塔に向かうのでし、まずは緑ちゃんとキクちゃんのところに戻るのでし。いいのかな、どうせまたキャーなんじゃないか、これは。お、いるね、でもね。化け物なのでし、それに裏口が塞がれているのでし、二人はとにかく他の出口を探すのでし。まずいまずいまずい、ちょっと一回。なんか、すごい。うごめいてるわ。なんか、え、なに、大丈夫これ。何かがうごめいてるよ。大丈夫かな？別の出口。あるかい？ま、正面の入り口だな。あるとしたらな。あるとすると、正面の入り口ぐらいなもんで。手前のドア。ん？大丈夫かな？ここ何だったっけ？何だったっけな。あ、そう、ここまっすぐちょっと、意外と進んでみるといいことがあるかも説みたいな。いい、ちょっと試してみて。ツルハシとかね、使えるかもしれないよ、意外と。早起き。こっち行って、おっとーまずい、痛い、これどうすればいい、ちょ、逃げよう、こうなったらもう逃げよう。こいつ動き変え、あ、ダメだ、もうどうしようもない。あ、やられる、やめてー、あーれー。ゲームオーバー。これどこからだ、俺セーブしなかったな、確かな。これどこから、はい、持ってまいりました。一応セーブもして、どこだろうね、わかんないよねーって感じで。あの、ハテナって何？ってずっと思うんだけど。ハテナってどこのことを指してるの？ああ、出ちゃったの。まあ、しゃがんで、こっち側っすよね。こう入れる？あ、入れる。あ！そこそこそこ、エレベーター、あれだ、動いてるからか。これどこに向かってんすか？これ2階？あ、2階か、これ。あ、2階だ！いいねー。もうここしか考えられないよ、もう。2階以外考えられないよ、もう。いや、そんなことないけど。資料室。資料室行きたいな。これエレベーターでしょ？これが、いいのかな？開かない。鍵がないと。ということは、まあ、簡単には終わらせてくれないということですね、これはね。お、鍵を使うのでし。はい。おお、イエーイ。こいつは、お茶は？あ、お茶は大丈夫。さっき飲んだんでね、しかもね。やられたときに。こっちは、
いるかな？いるけど？あ、なんか変わったやつがいるな。ここから行こう。お、いた！キクちゃん、緑ちゃん、ナナシ、ナナシちゃん、よかった、あなたも無事みたいね。急に裏口に化け物が入ってきて、キクちゃんと必死に逃げてきたのよ。マジで？鍵かけよ。化け物だらけだったんだぞ。泣いてる。怪我もなさそうでよかったの弟子。ボクちゃんはこれからここから脱出する方法を探してくるの弟子。二人はここで隠れてるの弟子。ええ。ナナシ、これさっき拾ったんだ。お、これは鍵なの弟子。ありがとうなの弟子、キクちゃん。うん。行くの弟子。これを拾うの弟子。ごめん、行きます。この耳お化けはどうすりゃいいんだろうな。これ無視だな。まあ資料室の鍵かな。そう、あれだな、一応見ようか。そういうことだね。東廊下だね。東廊下だから、これなんかいたっけ、記憶が曖昧。手前、手前は、ああ、お茶の部屋か。これいなかった気がするな。ここだ、はい、お邪魔しまーす。何もいませんように。あ、鍵！いきなり鍵から鍵。鍵から鍵のイヤーですね、これね。鍵なのでし。何の鍵？大部屋の鍵。大部屋の鍵。で、私は今、資料室。こっち行ってみたいよね、やっぱりね。資料室に何も、まあ、行けない説もあるけどね、資料室にね。お、ここもセーブゾーンなんだ。おーっと、回復まである。なんという難易度の低さ、優しすぎるぜ。これでよし、このまま行っちゃっていいよね。開けて、さあ資料室に入れるのか。開け、お、開いた。なんかいる？あ、なんかボンベみたいのある。広い部屋なのでし。どうしたどうした、うわっ、変な生き物。危な、どうすんの。逃げればいい、逃げればいい、逃げればいい。ないないしないないしないし、逃げろ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 。あいつどうすんの、あいつなんかあんの、なんかあんのかな。ちょっと戦ってみたい気もするよね。ちょっと戦ってみるか。このなんかね、みんなそろそろ思ってたんじゃないかなと思う。この、なんていうの？単調さがちょっと出てきてるから、ここでやっぱり刺激的なものを求めていくよね、みんなの。やっぱりね。やっぱ距離を置いて、これよ、これ。これで倒せると思う、俺は。そのためにセーブした。もし任せておけ、任せておけ。いける、俺ならいける。さあ、かかってこい。これで叩き落としてやる。お、おら！お、おら！おら！いいぞ、来い！あ、いていて！これタイミングだな。一旦、あー、これタイミングゲーだね。あ、間違うと、間違うと食らうと。来いよ。やった！倒したー。けど、かなり大ダメージ。殺したのでし、相当なダメージ量だったな。これ倒さんとダメな感じか、やっぱり。あ、これは金木のこぎりなのでし、硬いものも切断できそうなのでし。他は、いや、ちょっといい、これもう一回だけさ、最初からちょっとやって、ちょ、もう一回だけやらせてもらっていい、もう一回だけ。これもう一回だけダメージを食らいすぎたのよ、ま。っていうか、ノーダメージで倒したいっていう欲求まで今出てきている。このわかる、こう、数少ない戦闘。戦闘民族の血がこう、今騒いでますね。とりあえず相手がまず来てから、撃つべしだね、これはね。まず来いよ。今だ！よし。今だ！今だ！いいぞ。今だ！
あ、これノーダメいける、ノーダメいける。ほっ！見たか！いや、いける気がしたんだよ、俺ノーダメ。殺したのでし。絶対いけると思ったもん。さあ、みんな。こうか。なんか、編集でなんとかなんないかな、これ。今見なかったことにできないかな、これ。初見でやったぜみたいな編集にしようかな。もうそれはダメだな。これで、なんだろう、どこを切るんだろう、でも。そうだよな。これどこで、どこを切るんだろうな。まあ、一応ここでセーブを一旦して、それからちょっと行こうか。っていうことは普通にさ、飛んでるあいつらもノーダメでいけんじゃねえ、これ。ボス戦だけノックバックみたいなのするの。普通の敵はどうなの？普通の敵は関係ない？わからんな。あ、どこに逃げたんだっけ？お、しゃがんでた方がいけ。あ、この辺だった気もする。ここだ。この部屋だ。この子たちにちょっと話すと。うん。違うな。どこだろう？ノコギリを使いそうな場所。まあ、エレベーターだな。これ何に使う？扉を開けるのに必要な鍵でしょ？金切り。目標を見ればいいのか。あ！鎖のかかった扉を調べる。はあはあ。鎖のかかったところってどこだ？あったっけ？覚えてないな。鎖のところに行こう。3階かな？ 3 階エレベーター、ちょっと3階までエレベーターで行ってみよう。多分エレベーターだと思うな。あ、これ下がってる？あ、下がってるね。そういうこと？大部屋の鍵。大部屋の鍵。使いたい。大部屋どこ？あ、じゃあ大部屋入れるわ。先大部屋だな。先ちょっと大部屋行こう。あ、ここ違うか。大部屋。逆だ。逆というか、ここだ。大部屋。大部屋、大部屋。あ、ここ大丈夫なとこだな。大部屋に何かあんのかな？いや、あるという、鍵があるということは何かあるはずだ。え、大きい？ここ。あ、なんかある。これは。ホースなのでし、長い長いのでし、長いホース。これさ、満タンの時にさ、取ってもこうなるけどさ、これってなんかあるんだっけ？なんもないんだとしたら、ただ回復薬を無限に今無駄にしました、今ね。鎖のかかっているところ。一応セーブしとくか。一応セーブしとこう。で、3階に行く。うわぁ、どこだったっけ？なんか鎖があったところもあったような気もするけれども。あ、ここかな？ここまだ行ってないよね。あー、鎖切断。はいはいはい。うー、耳て。耳てよ。ここっぽいな。で？あ、鎖の部屋って扉かって書いてるわ。見とけよって感じですね。これが何？窓なのでし、外が見えるのでし、ここから出られるのでし、二人を呼びに行くのでし。なるほど。ここから開けて出られると。一階だったよね、確かね。この窓から外へ出るのね。そうでし、化け物を見える範囲にはいなさそうなのでし。今窓を開けるのでし。開かないのでし、固定されてるみたいなのでし。じゃあまた別の方法を探すしかないのかしら。グブブ。割ればいいじゃないか。ま、ガラスって高いのよ。そんなこと関係ないぞ。
確かに割ればいいですね。窓ガラスを叩き割るのでし、危ないから下がっててほしいのでし。割った音で化け物たちが寄ってくるってことはない。大丈夫。これでここを出られるのでし、破片に気をつけるのでし。さあ移動してるのかな、大丈夫かな。ようやく電波塔に向かえるのでし、あ、割れてやれるとこから出てきたね。ここからならすぐよ。行くぜ。襲われない、大丈夫。いっぱい集まってない、大丈夫だね。ここは、あ、セーブできる。はい、セーブしました。セーブして、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。